アルバート・ブライアン・ジュニアは、アメリカ合衆国、バージン諸島出身の政治家。第9代アメリカ領、バージン諸島知事、民主党員。2007年から2015年まで、労働総監を務めていた。1968年、ブライアンは、アメリカ領、バージン諸島セント・トーマス島で5人兄弟の、長男として生まれた。首都シャーロット・アマディーのサバン地区で幼少期を過ごし、 10代のコロニ・セント・クロイ島に移住。1985年、セント・ダンスタンズ・エピスコパル高校を卒業。1989年、ウィッテンバーグ大学で経済学の学士を取得し、2003年にバージン諸島大学で経営学修士を取得した。2007年、ブライアンはジョン・デヨング知事によってバージン諸島労働長官に任命された。 2015年にデヨングの任期終了とともに、労働長官を退職し、コンサルティング会社のアブラグループと、人材紹介会社のマスターストラティジーズの CEO 兼社長を務めた。妻ヨランダカボデビラとの間には二人の子供がいる。2018年8月4日、ブライアンは民主党の知事選予備選挙に勝利した。得票率は39.23%と伸び悩んだものの、 対立候補のアリソン・ペトリュスとアンヘル・イードーソン・ジュニアを破った。総選挙では現職のケネス・マップは得票率33%と伸び悩み、ブライアンは得票率38%でわずかに上回った。過半数を超える票を得た候補がいなかったため、マップとブライアンの間で決選投票が行われた。投票の結果、ブライアンが55%の票を獲得し、 現職のマップを破り、初の知事当選を果たした。ありがとうございます。